こんにちは。韓国のロマンティックコメディドラマ真心が届くでは、イ・ドンウクが法律事務所のエース弁護士コン・ジョンロク役を演じ、彼の内面の変化や恋愛模様が見どころとなっています。イ・ドンウクの魅力あふれる演技と共演者ユインなどの仲の良さが作品に深い味わいを与えています。ジョンロクは仕事では冷静で合理的なエース弁護士ですが、恋愛には不器用で他人に対して冷たい性格を持っています。しかし女優オ・ユンソとの出会いを通じて、その心を次第に開いていく姿勢が物語の魅力の一つです。イ・ドンウクの演技はジョンロクの内面の変化を細やかに表現しています。最初は冷淡で不愛想な態度を見せながらも、次第にユンソに惹かれていく様子は表情、声のトーン、仕草などで微妙に描かれています。特にユンソとの甘いロマンスシーンでは愛情や優しさをあふれさせ、視聴者の心を打つ演技が光ります。撮影エピソードイ・ドンウクとユインナは前作トッケビでの共演を経て仲が良く、現場ではいつも笑顔で和やかな雰囲気を作っていたそうです。彼らの仲の良さがドラマの中のロマンスにもポジティブな影響を与えたことがうかがえます。イ・ドンウクはユインナに対する気遣いや優しさを見せ、共演者としてだけでなく人間関係としても素晴らしい印象を残しました。真心が届くはイ・ドンウクの見事な演技とユインナとの絶妙な共演が織りなすロマンスが視聴者の心をつかむ作品です。彼らの化学反応が作り出す甘くてコミカルなストーリーは、ぜひ一度ご覧いただきたいドラマの一つです。チャンネル登録よろしくお願いします。